ジン・ブロッサムズは、アメリカ合衆国のロックバンド。1990年代前半、オリシモ・グランジ・オルタナブームの真っただ中にもかかわらず、爽快なサウンドに親しみやすいメロディで、カレッジチャートを中心に人気を博した。1997年に一度解散するものの2002年に、再結成、ライブ活動を精力的に行っている。1987年に、 バンド結成。当時のメンバーは、その後ドラマーがマッキャンから、ダンヘンツァーリングへ、ボーカルが、ジェシー・バレニスウェラに交代。地元アリゾナ州天日ピで人気を得、1989年、インディーレーベルからアルバムダステッドをリリースしている。90年代に入ると、ドラマーが、フィリップ・ローズに交代し、メジャーレーベル A&M レコードと契約し1992年、 メジャーでのファーストアルバム、ニューミゼラブルエクスペリエンスを発表。200万枚以上のセールスを記録した。しかしアルバム制作中に、アルコール中毒であったホプキンスがバンドを解雇され、新たに、スコット・ジョンソンがギタリストとして加入。その後ホプキンスは1993年うつ病により、自殺。32歳であった。1996年、 セカンドアルバムコングラチュレーションズアイアイムソーリーを発表するものの前作ほどの評価は得られず、翌1997年バンドを解散する。バンド解散後、ウィルソンとローズはガスジャイアンツを結成。バレンスエラはローワッツを結成するものの長続きせず、ソロ活動やプロデュース業へ。ウィルソンもプロデュース業に乗り出した。リンは音楽活動から身を引いた。 2002年にバンド再結成。ツアー後の2006年に10年ぶりのアルバムメジャー、ロッジビクトリーをリリースした。ありがとうございます。